1, 2, 3, come on。 皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、とっさん TV とっさんでございます。さあ本日も始まりましたとっさん TV 安全保障ニュースでございますが、本日はウクライナ戦況でございます。3カ所一気に動きそうというお話ではまいります。昨日ですね、夕方からのスポットニュース、夕方からお会いに来てくれた方、皆様本当にありがとうございました。メリトポリにハイマース8発が撃ち込まれたっていう情報をお届けさせていただきました。でも射程が90キロあって、ハイマースだと届くか届かないかの距離なので、もっと長い弾がもしかしたら行ってんじゃないのと。で、それが行ってるってなると、クリミア大橋も射程に入ってくるよねっていう、そういう話をさせていただいたんですけれども、あれはですね、動画とか画像の確定情報があるので、メリトポリだけにフューチャーしてお届けをさせていただいたんですが、実は現在、メリトポリもそうですけれども、例えば東部戦線クレミンナとかもそうですけれども、北部のスバトボもそうですけれども、南部のヘルソンもそうですけれども、情報統制が厳しく引かれていて、この情報統制がウクライナ側だけじゃなくてロシア側も引いているので、情報がかなり出にくい状況になってきてるんですね。そんな中、重要な戦線3つで同時に動きそうな状況になってきてしまいました。なので確定情報が出る前に、この戦線が大きく動きましたっていう情報がドンって出る可能性があるんですよ。その時の心構えができてないといけないので、ちょっと確定情報映像等はないんですけれども、実際に動きそうな戦線3つというのを押さえさせていただきたいと思います。1つが北部のスバトボ。で、ちょっと南に行ったところのクレミンナ。そして昨日お届けしたところのメリトポリ方面ということですね。まずはスバトボから行きたいと思いますけれども、スバトボ方面こちらでございます。マサロブ佐藤さんでございます。よろしくお願いします。ISW アメリカの戦争研究所の、ま、報告書の訳ということになりますね。スバトボの東の方にスタロビルスクっていう大きな大きな都市があります。交通の要所になりますが、そのスタロビルスクの北、スバトボからすると北東に68キロ行ったところにですね、ノボスプロフかな、うん、っていうちょっと読み方わかりませんけれども、という町があります。ここを68キロ離れたところを、ウクライナが砲撃したっていう、そういう情報を ISW が上げました。で、英語なんかのアカウントの、まあ、この戦況を見て報告してくれてるような人たちも、ここを砲撃したってことを言ってるわけですね。写真や動画はありませんけれども、ここを砲撃したということになると、最終的にスバトボへの支援物資を止めているっていう可能性があります。そこを攻撃している。で、ちなみに、南クレミンナとスバトボの間の幹線道路に関しては、ウクライナ軍がもう侵食しているので、南側からスバトボへの支援はもう断たれています。当然、北側は、ウクライナが、支配しているので、ロシアが補給できるわけもないということで、スタロビルスクから、西に伸びる幹線道路、ここがスバトボへの補給ラインになりますね。うん。そのうちのスタロビルスクに伸びているところの一箇所を、まあ、砲撃したということなので、明らかにスバトボへの支援というのを減らそうという動きですね。で、この動きは、何とダブるかというと、ヘルソンとダブりますね。ヘルソンは補給地点をハイマースでボッコボコボッコボコ壊して、結局干上がらさってしまった。で、ロシアは撤退を決断せざるを得ないような状況にしたということで、このロジスティックスですね、補給線とかまあそういう集積地を叩くっていうやり方、これを今、スバトボでやってるということなので、スバトボがまた動くかもしれない状況が出てきているっていうことです。で、次に、ちょっと南の方に行きましょう。次はクレミンナでございますけれども、マイケル・マッケーさん、カナダの学者さんでございますけれども、クレミンナがですね、今、反包囲状態になってます。で、ロシアも激しく抵抗をしてるんですけれども、抵抗情報があるたびに、ウクライナが撃退したっていう形で、この包囲が変わりません。で、このまま包囲が進んでいくと、クレミンナはもう放棄せざるを得ないような、リマンのような状況になっていくっていうことですね。うん。で、このうちなんですけど、上が、ジトリフカ。で、真ん中ぐらいがディブロバというところ。で、一番下が、ビロホリフカというところですね。この3点からウクライナがこう締め上げて包囲をかけているような状況なんですけども、上のジトリフカというところが、ウクライナが優位で、これをですね、クレミンナの裏側にまで回ろうとしているっていうようなことを言ってる人もいるんですね。で、そこまで行くとさすがに持たなくて、クレミンナ、ロシア軍が放棄する形になるのかなと思います。そうするとその下のルビージュネも同時に落ちてくるっていう形になろうかなと思いますね。クレミンナに関しては、動画とか画像はないんだけれども、今、包囲が半分ぐらい進んでいて、ロシアのきつい抵抗、反攻をウクライナがですね、抑えつつ、この状況をキープしているっていう状態があるということですね。これもいきなり動くかもしれませんね。
はい。そして、最後は昨日お届けしたところのダブルんですけれども、メリトポリ方面ですね。で、当チャンネルではメリトポリのまた、北の方にある特幕というところを注目しているんですけれども、実は映像画像はないけれども、特幕にもね、砲撃をしたっていう情報があるんですよ。はい。まあ、地図で見ると×がいっぱいついてますね。で、これがですね、注目しなければいけないのが、一番下が、メリトポリですよね。で、そこから北の方に上に行くと、特幕がありまして、で、特幕をさらに、北東の方に、皆様から見ると右上の方ですよね。行くと、ポロフィーがあります。で、さらにそのポロフィーを、から、西の方に、皆様から見ると左の方の湖の方に行くと、ですね、バシリフカっていうのがありますね。で、この地図には出ていないんだけども、バシリフカのすぐ下に、ミハイリフカっていう町があります。ミハイリフカ。小さく出てるかもしれない。うん、あります。で、実はこの、ミハイリフカとポロフィーという町は、ロシア軍が撤退をしたっていう撤退情報が入っていた町なんですよ。ところが、ここにウクライナ軍が砲撃をしたっていうことになると、ロシアは撤退をしていなかったってことになりますね。ウクライナ軍を誘い込むための偽情報作戦だった、情報戦だったんじゃないかっていう可能性が出てくる。で、ウクライナもそれを察知していたので、いきなり軍を進軍させるんではなくて、砲撃を繰り返しているっていうような状況じゃないかなというふうに思います。実はこれだけ多くのエリアで砲撃をしているんですね。うん。で、ちなみにですけれども、エネルホダルっていうですね、ザポリージャ原発がある町に対しても、まあ、砲撃をしています。なんでかというとね、ここ、エネルホダルのザポリージャ原発の攻撃できないところに、ロシアがですね、兵器をずらーっと並べて、こっから長距離でボン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 今打ち込んでるような状況なんですよ。うん。で、IAEA がさすがに何やってんだって注意したけれども、まあ、恫喝して、ギリギリ敷地じゃねえとか恫喝してですね、ここに兵器を今ずらーっと並べてる状況なんですね。それに対する報復じゃないかなというふうに思いますけれども。ということで、昨日お届けしたメリトポリ以外でも、これだけ多くのところですね、特幕も含めて、実はメリトポリ周辺っていうのも今、ハイマースで攻撃してるような状況なので、このメリトポリ方面っていうのも、まあ、いきなりグッと動く可能性もあるっていうことですね。ポロフィーとバシリフカの攻略っていう情報が入ってくると、その後すぐ特幕の情報が入ってくると思います。そんな流れになるかなというふうに思うんですけれども、実はこういう状況にある。つまり、スバトボ・クレミンナ、このメリトポリ方面ですね。この3つがですね、もうほぼ同時ぐらいで、確認ができないけれども、動きそうだ、今にも動きそうだっていう状況にまで今、沸点が上がってきてしまってるということなんですよ。ということで、このうちのどっか、もしくは全て、が、いきなり動くっていう状況があって、それをお伝えする日があるかもしれませんけれども、予備段階として今こういう状況だと、そういうお話でございます。はい。ではですね、ウクライナ戦況を続けていきたいんですけれども、ちょっとですね、戦場から少し距離を置きまして、トルコの話に行きましょう。こちら、産経新聞でございます。以前お伝えしておりました、トルコのですね、洋上発電船ですね。うん。火力発電船。船の上で、火力発電して電気を作るっていうやつですね。これをウクライナに供与するっていう話なんですけど、どうやら話がまとまりましたっていうことです。で、オデッサの政府とウクライナの、トルコの企業が協議をしてたんですけども、これが何の協議してるのか分かりました。保険ですね。保険が効いていないので、ちょっとオデッサに入れないっていう、そういうところだったみたいです。なんかあった時の賠償金の問題で今ウクライナ払えないので、というところだったみたいですね。で、これに関しては、他の国が、協力をしてくれましたね。モルドバとかルーマニア経由で電気をぐるっと回して、ウクライナに供給するっていうことです。1ヶ月以内に供給開始の目処がもう立ったということですね。うん、良かったなというふうに思います。うん。ということで、まあ、トルコが、ちょっと汗を流してくれたっていうことですね。トルコの企業ですけれども、次はですね、トルコの大統領行きましょう。ですね、ルカシェンコ劇場ならぬ、もう、うん、エルドアン劇場と化してますけれども、エルドアンさんがプーチンさんと電話会談をしました。で、その時に穀物合意の拡大をすべきだっていうことを言ったんですね。小麦とかそういうものだけじゃなくて、他の品目にも拡大してウクライナからの輸出っていうのをやるべきだってことを言ったんですよ。でないと世界が困るでしょっていうことで、いきなりガラッとウクライナの味方をしだしたってことですね。ちなみになんですけども、ロシア結構拗ねてます。この提案に対して。ロシアは制裁で貿易が今滞ってるのに、なんでウクライナばっかり拡大するんだってことを言ってますね。
お前らが戦争しとるからだろうという、まあ、そういう話なんですけどもね。ちなみになんですけれども、ウクライナの穀物に関しては、ロシアがパクって盗んで、マリウポリとか自分たちが占領している港から、今世界に出荷して金儲けしてますね。うん。という状況を置いといて自分たちがですね、俺たちの制裁も解除しろみたいなことをロシアは言っているっていうことですね。うん。本当に自分勝手だなというふうに思います。ということで、よくわかりませんけれども、エルドアンさんが今、エルドアン劇場全開だってことですね。ちなみにエルドアンさんですね、今ギリシャと揉めてまして、ギリシャにミサイル撃ち込むみたいなことを言っていますね。うん。というところで、まあ、なんか一人カオス状態みたいな状況でございますね。本当にザ・国際政治っていう状況になっております。はい。ではですね、もう一つ、ウクライナ情勢なんですけれども、今度は、ウクライナの外で、ウクライナのためにですね、主張を述べている方というのを一人ご紹介したいというふうに思いますね。ツイッターはこちらでございますね。ツイッター主はビル・ブローダーさんという方なんですけれども、今回主役になるのは、この写真に写っている女性の方の方になりますね。この方がウクライナ人、キラ・ルディックさんと言います。キラ・ルディックさん、キラさんと言いますね。なんですけれども、このツイートに書いてあることは、キラーインコングレス、これちょっとよくわかんないですけど、で、凍結されたロシアの3500億ドルをウクライナの防衛と再建に使用するために押収することを進めています。ということですね。うん。ロシアが損害を引き起こしたのは明白なことであり、ロシアはそれを支払うべきですということで、ロシアの凍結している資産というのを、まあ、ウクライナの防衛支援ですね、復興支援とか、あと防衛の再建であったりとか、そういうものに使うべきだということで、今、一生懸命、実は働きかけている、欧州に働きかけているっていうことでございますね。で、このキラー・ルディックさんという方はどういう方かということなんですけれども、ウクライナの中にホロスっていう小さい政党があります。ホロス。そこの党首をやってらっしゃるんですね。党首をやってる。で、そのホロスという政党が、ですね、EU の中にある、まあ、政党の連合体みたいのがあるんですよ。EU って国をまたいで議会があったりとかしまするじゃないですか。つまり国をまたいだ政党っていうのが EU にはあります。で、その国をまたいだ政党同士がくっついて大きな連合を作っているんですけれども、その連合の中にウクライナの政党で初めて、入ることが許されたっていうことですね。なので、パイプができたので、今、EU の議会とか委員会に向けてその連合を通じて、働きかけを行っている。うん。凍結したロシアの資産というのをウクライナのために使うべきだと思うんですね。これはもう当たり前なので使うべきだというふうに思います。ちなみにですね、ホロスが、加入している連合というのが、欧州自由民主同盟というところですね。欧州自由民主同盟。ALD か。ALD ですね。こういうところになりますね。ここに加盟しているっていうことになります。ここで、凍結資産をウクライナのために使うべきだっていう活動を今一生懸命している。実はウクライナの外でもですね、EU の舞台でこうやってウクライナのために動いている人もいるんだっていう話でございます。はい。では最後にですね、ロシアがウクライナのドローン対策で特殊な技を編み出したっていう話をさせていただきたいと思いますが、今ロシア軍というのはウクライナのドローンにものすごい悩まされているわけですよ。めちゃめちゃ正確にコントロールして、爆弾とか手榴弾とか上から落とすので、ものすごい悩まされてるんですね。すごい正確なんです。例えばこちらなんですけれども、地下にですね、穴掘っていて、そこからなんか空気を吸うためのパイプかなんかを出してるんですけども、そのパイプの小さい穴に、ドローンで飛んでいって手榴弾をスポンって入れてドカーンってやるんですね。これぐらい正確な攻撃をしているので、ものすごい悩まされてる。これに対する対抗する技を開発したということなんですけれども、動画はこちらでございますね。はい、こんな感じでですね、兵士が寝転がってます。これ多分塹壕とか床壺に寝転がっている状態を指していると思いますけれども、司令官のような方が立っている、上にボールを持っている。まあ、これがもしかしたらドローンを指すのかもしれませんけれども、そしてドローンから、ポト、くる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 、くる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 と、いうことでございまして、くるくる回ってかわすっていうですね。そういう技を編み出したっていうことでございますね。これボールが落ちた瞬間はもう着弾なのでそこでもうドカーンっていってますし、あとタコツも狭いですし、残壕も狭いですし、あんなにくるくる回れるのかっていう疑問がちょっと頭をよぎるんですけれども、うん。技ということでございますね。
はい、というところでですね、スバトボ、クレミンナ、そしてメルトポリ方面、この3カ所で、かなりですね、沸点が高い状況が出てきている。確定情報、映像とか画像はないんですけれども、この3カ所のいずれかもしくは全てで、いきなり大きな動きがある可能性があります。ということなので、今、その情報をお伝えする前の下準備としてこの情報を仕入れておいていただきたいなというふうに思いますね。いずれかの地域もしくは全て開放したという情報を心待ちにしたいというふうに思います。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。